どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、イグサカ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、前回はですね、トトの、えー、結果発表ということで、まさかの3等当選となりました、えー。あんなに当たるとは思ってませんでしたからね。 え、引き続き、トトの予想もやっていきたいと思いますので、まだチャンネル登録してないという方は、ぜひチャンネル登録してですね、えー、今後もちょっと予想の参考にしていただ,していただければと思います。えー、J リーグの方はですね、あともうプレーオフを残すのみとなっておりますんで、今後トトは海外サッカーとかにもなってきますので、えー、その辺もわかりやすく解説していきながら、楽しく予想していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。えー、トトはですね、競馬とか、えー、 協定とかその辺と違いまして、えー、宝くじなので予想できる宝くじと思っていただければ、えー、分かりやすいかなと思います、えー、何円勝った何円負けたとかのね感じではなく、えー、一攫千金を目指してやれるしかもサッカーが関わっていて予想もできるという楽しく予想しながらやれるという。 楽しみながらできるというものになっておりますので、皆さんも気軽に楽しんでいただければと思います。えー、もちろん僕はですね、いろいろ調べて考えて、高額配当を狙っていきたいと思いますんで、えー、そちらの方のね、ぜひちょっと応援していただければと思います。でですね、えー、もう間もなくこのチャンネルもチャンネル登録者数が1000人に届きそうでございます。えー、皆さんありがとうございます。えー、1000人になるとですね、ちょっといろいろできることも増えまして、 こういった、えー、スマホ、今スマホで撮ってるんですけど、このスマホでですね、生配信もできるようになりますんで、ちょっとこのサッカー関連の生配信もやりたいと思いますし、皆さんと、 そのチャットのコメントでですね、いろいろコミュニケーションを取りながらの配信もできると思いますんで、えー、そちらの方もよろしくお願いします、えー。サッカーの試合を見ながらですね、それを見て僕が感想を言いながらの生配信とかもできると思いますんで、もしまだチャンネル登録してないという方いましたら、ぜひよろしくお願いします。もうまもなくあと十数人で1000人に届きますので、えー、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。 さあ、えー、今回はですね先日 J リーグアウォーズというものが行われまして、えー、そのことについてお話ししていきたいと思います、えー、J リーグアウォーズというのは、えー、今期の J リーグの各賞の発表となっております、えー、毎年行われているんですが、えー、ベストイレブンや、えー、最優秀選手、まあ、MVP ですねいや得点王の発表なんかがありましたんでそこら辺を喋っていきたいと思いますまずはベストイレブン決まりましたんで発表したいと思いますダン えー、こちらでございます。えー、ちょっと、えー、前半の方に大きく書きすぎたんで後半がぎゅっとなっちゃって申し訳ないんですが、えー、ベストイレブンが発表されましたゴールキーパーが林選手,林選手 FC 東京ですね失、えーまあ、点も少なかったですし FC 東京今シーズン2位にかなり貢献したんで、えー、納得の選手じゃないでしょうか、えー、そしてディフェンダーが室屋選手 FC 東京ですね。 えこちらも初めてての選手となっております、えー、そして森重選手、こちらも FC 東京えー5回目のベストイレブンですね、えー、毎年安定して活躍していること,していると,いうことがわかるんじゃないでしょうか、そしてもう1人ディフェンダーがチアゴ・マルチンス選手、横浜 F ・マリノス、えー、初めての受賞となります、横浜 F ・マリノス優勝しましたので、えー、攻撃的なサッカーという話をしましたが、もちろん守備も大事なんで、チアゴ・マルチンス選手、かなり優勝に貢献したんじゃないでしょうか。 えー、このディフェンダー3人がベストイレブンのディフェンダーとしての選出となっておりますそしてミッドフィルダーが橋本選手こちらも FC 東京となっております、えー、橋本選手も初めてのベストイレブン受賞です、えー、橋本選手は今シーズンフルタイム出場を果たしましたし、えー、日本代表なんかにも選ばれて活躍しておりますんでここはもう文句なしの受賞じゃないでしょうか続きまして木田選手横浜 F ・マリノス、えー、こちらも初めてのベストイレブン受賞となります え木田選手もね、横浜 F ・マリノス優勝に貢献しました、えー、ボランチとしてですね、えー、守備でもかなりの運動量や、えー、攻撃的な選手を後ろから中盤の後ろの方で支えるという役割で、もう欠かせない選手となりましたんで、納得の受賞じゃないでしょうか、そしてもう一人、イニエスタ選手、えー、ヴィッセル神戸、イニエスタ選手も初めてのベスト11受賞となります、いやー、すごかったですね、今シーズンもイニエスタ選手は、僕もイニエスタ 選手が出ている試合見に行かせていただきましたけどいや生で見るともう本当にね次元が違うなっていうようなボールタッチ、えー、ボールさばきですね、えー、サッカーそんな詳しくないという方もぜひ、ね、スタジアムでちょっとイネスターが出る試合見に行っていただきたいですねあこんな違うんだっていうのが、えー、よくわかると思います。 テレビとかね、えー、で見てても分かるんですけど、生で見ると、こんな、えー、簡単にプレーするんだ、難しいプレーもこんな簡単にこなすんだというのがよく分かると思います。えー、イニエスタ選手もベストイレブンに選ばれました。さあ、そして、オワードでございます。えー、まずは、ディエゴ・オリベイラ選手、FC 東京。こちらも初めての受賞でございます。FC 東京、今シーズンにこうです、ね、こう前線から引っ張っていた、えー、ということで、こちらも文句なしなんじゃないでしょうか。そして 長井選手、こちらも FC 東京。ディエゴ・オリベイダ選手と長井選手の2トップで、FC 東京はですね、シーズン戦っておりましたんで、長井選手、もう圧倒的なスピードでですね、ゴールはもちろんですけど、前線からの守備にも貢献しておりましたし、日本代表にも再び選ばれて活躍しておりますんで、こちらも文句なしと言えるんじゃないでしょうか。さあ、そしてもう一人、中川選手、横浜 F ・マリノス、こちらも初めての受賞となります。中川選手はですね、 もう今シーズン、まあ昨シーズンくらいからブレイクしつつあったんですが、今シーズン完全大ブレイクと言えるんじゃないでしょうか。もうチームの中心選手となっております。そして最後、マルコス・ジュニオール選手、横浜 F ・マリノス。こちらも初めてのベストイレブンとなっております。えー、中川選手と共に優勝した横浜 F ・マリノスの攻撃を牽引してた存在なので、えー、こちらも納得の受賞じゃないでしょうか。ということで、こちらがベストイレブンとなっております。えー、パッと見ていただいたらわかる通り、 初めてのベストイレブン受賞者が10名、えー、森重選手のみ5回目の受賞となっておりますがかなり新しい顔ぶれのベストイレブンになったと言えるんじゃないでしょうか今シーズンはそういった意味では、えー、新たなスターとかですね、えー、新たな活躍した選手がたくさん出たシーズンとも言えるんじゃないでしょうかそして、えー、もう一つの特徴はですね、えー、FC 東京が、えー、最多6人かな、えー、5人か6人123 4,5,6人選ばれてますね。FC 東京から最多の6人。そして、横浜 F マリノスから1、1,2,3, ん ?1,2,3,4 人。そして、神戸から1人ということになっておりまして、えー、ほとんどが FC 東京と横浜 F マリノスで独占してるという感じになりましたね。えー、まあ、最終節まで優勝を争った2チームからたくさん選ばれてるということになっております。うん、まあ、 チームが活躍すればもちろんこういったところに選ばれやすくなるというのはあるんですが、うん、全員納得ではありますが、うーん、もうちょっと違うチームから入ってもよかったんじゃないかなと個人的には思ったりもしますね。えー、広島の柏選手とか、うん、そこら辺もね、入ってもよかったんじゃないでしょうかとか思ったりしますが、まあ、選ばれたメンバーを見ると納得とも言えます。えー、このベストイレブンはですね、まず、 現役の監督、選手の投票で優秀選手賞というのが選ばれて、その中から選考委員が選んでベストイレブンを決定するという流れになっております。えー、まあ選手たちの、えー、選手や監督のですね意,思もこう反映さ意見も反映されておりますので、まあ、そういった意味では納得じゃないでしょうか。えー、またここに選ばれた選手の来シーズン以降の活躍にも期待したいと思います。さあ、そして、ついに MVP。 最優秀選手賞の発表でございますまあ僕が決めてるわけではありませんよ決まってるのは今ここで言ってるだけなんですがこちらです他の賞も一気に書きましたが最優秀選手賞 MVP は横浜 F ・マリノス中川選手ですおめでとうございますいやーまあ今シーズン大活躍でしたからね 中川選手、サイドからの突破切り込んでからのシュート、えー、その辺もうかなり印象深いプレーたくさんありますんで納得の受賞じゃないでしょうか、日本代表にも選ばれましたし、えー、日本代表との活躍はもちろん来シーズン以降の活躍にも期待でございます、えー、最優秀選手賞、中川選手、もちろん初めての受賞となっております、えー、今後も期待していきたいと思います。えー、他にも賞賞たくさんありまして最優秀ゴール賞が ダビ,ドビジャダビド・ビジャ選手が決めた、6月30日名古屋戦で決めたゴール、こちらが最優秀ゴール賞となっております、えー。どんなゴールかはですね、えー、J リーグの公式の Twitter とか、公式の YouTube のチャンネルでも確認できると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います、まあ。ビジャ選手のゴール、このゴールに限らずスーパーゴールたくさんありました。えー、今シーズン限りでの引退を発表してはおりますが、 うん、J リーグにね、来てくれて、本当に感謝しかないですね。J リーグでたくさん印象に残るゴールを決めてくれて、そういったプレーが目の前で見れて、本当に、本当に感謝でございます。えー、まだ天皇杯に残っておりますが、お疲れ様ですと、えー、言いたいですね。ちょっと皆さんまだ見た,と見たことないという方は、ビジャ選手のゴールも調べてみてください。続いて、得点王、えー。これはですね、えー、前もちらっとお話ししましたが、中川選手、そしてマルコス・ジュニオール選手。 ともに横浜 F ・マリノ選手が受賞となりました、まあ、受賞というかこれはゴール数なので事前に分かってるんですが、えー、お二人とも15ゴールで得点王となりました、えー、同じクラブから複数の得点王が出るのは史上初めてのことでございますそしてまた15点というのはですね今までの得点王の中で一番少ない得点となっておりますまあ同じチームで二人15点決めてるんで少ないというよりはどこからでも点取れる選手がいるという感じに捉えてもらえればいいんじゃないでしょうか すすごいですね同じチームから得点王が2人ですからねうんこれは他のチームからしたら脅威ですよどっからも点を取ってくるというチームですからね、えー、日本人が得点王になるというのもまた嬉しいですねどうしても前線の選手助っ人外国人多いですから日本人が得点を取るとまた嬉しい気持ちにもなりますねそしてベストヤングプレーヤー賞、まあ、新人王ですね簡単に言いますと田中碧選手川崎フロンターレうん、えー、田中選手も今シーズンね大活躍しましたし まあ、オリンピック、期待が持てるんじゃないでしょうか。今後、まあ、来年はですね、そういった意味でも、かなり期待して、注目して見ていきたいと思います。えー、他にもですね、優秀監督賞とか、えー、優勝監督賞などもあります。優秀監督賞はですね、片野坂監督、大分の監督が受賞しております。えー、優秀監督賞はですね、J2、J3 もありますんで、そちらも、えー、今後チェックしていただければと思います。もう発表されてますけどね、えー、優勝監督賞はもちろん、 横浜マリノスの、えー、ポステコグルー監督が選ばれております。まあね、今回監督の力も大きかったんで優秀監督とも言えるんじゃないかと思いますが、まあ、大分も、えー、いいサッカーしておりましたんで、これも納得の受賞ですね。そしてフェアプレー賞、えー、チームの部門と個人の部門るんですけど、チームの部門はたくさん、えー、選ばれております。ちょっと言ってるとね、たくさん多くなっちゃうんで、えー、調べてもらえればたくさん出ると思います。フェアプレーの精神大事ですからね。それはポイントとかの。 えー、換算で決まったりもしてますんでね。うん。素晴らしいことだと思います。えー、個人賞は今回該当者なしとなっております。うん。久しぶりの該当者なしとなってしまいました。えー、まあまあ、だからなんていうこともないんですけど、うん。まあ、フェアプレーの精神を皆さんね、持ってプレイしていただきたいと思います。えー、そしてですね、フェアプレーと言いますと、やはりサッカーですね。選手だけではできません。審判の方々も。 えー、大切でございます。審判の方々のおかげでゲームは成立しています。えー、最優秀主審賞がですね、西村祐一さん、そして最優秀副審賞がですね、越智慎二さん、えー、が受賞しております。また審判の話とかですね、ファールとかについても、いつか、えー、ゆっくり簡単に解説していけたらと思います、えー。審判の方々もですね、本当に大変だとは思いますけど、うん、これはもう尊敬しかないですね、えー。僕もサッカー部の時とか審判やらせるんですけど、 嫌で嫌でしょうがないですからね。そんなサッカー部レベルでも。わかんないですからね。見てらんないし。そんなプロフェッショナルな判断をしていただいて、これはもう感謝しかございません。その他ですね、引退,せ引退した選手に贈られる厚労賞とかですね、最優秀育成クラブ賞なんかもあったりします。その辺ちょっと今回はね、発表。 最終育成クラブ賞は京都だったかな、えー、その辺ももうちょっとね皆さん調べていただければと、えー、すぐ出てくると思いますんで調べてみてください厚労賞はですね、えー、J リーグに貢献してくれた選手たち、えー、引退していく選手たちに贈られる賞なので今年もですねかなりのレジェンドたちが、えー、引退ということになったんですがその選手たちに贈られてる賞なのでまたそうやってね引退してた元選手たちのお話もしていきたいと思います え本日はですね、J リーグアウォーズについてお話しさせていただきました冒頭でも言ったとおりチャンネル登録1000人になりますと生配信とかもやりたいと思いますまあ1000人達成したら記念の生配信なんかもやりたいと思いますんでまだチャンネル登録してないという方はぜひよろしくお願いしますでですね、トトの予想をやってきますしトトの 種類によってはですね、まだ、えー、天皇杯の試合とかが対象になっているものもありますんで、その辺もやっていけたらなと考えております。皆さんも楽しくとともやっていきつつ、この動画もチェックしてみてください。えー、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。